チンチンって言わない家庭ありますか？ビルツ。ビル。ビルツ。ビル。うん。それは日本の言葉？いや、フランスで息子1歳だったからその時そのまま。そのままね。うん、ビル、うん、あの。フランスのペニスじゃないこと、あのなもっと家庭っぽい感じの言葉がビルっていうのがあって、うん、それ。でそれはもうフランス行けばどこでもビルツって言う。いや、どこでも言わないです。言わない、うんうん、ちょっと一部しか言わない。一部の、あの家庭用、うんうん、で、他の日本人はおちんちんで全く通じるし、おちんちんという言葉は知らない人いないですよね。じゃあ、女性の性器はおまた。おまた。おしも。うん、おしも。おちょん。おちょん。フフン。フフンっていうのもフランスなんだよね。おまた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 の勝ちだろ。あの、自分の親は何て言ってました？話したことない。したことない。同じく。おまたとか。親がもうおまたって言ってた。大事なところとか。大事なところとか。私はおまんま。おまんまって言ってた。男の子の名前はポピュラーな家庭用語があって、女の子の名前はあったりなかったり、あるとしてもこう割と地域性があって、共通語でなかったりっていうのはあるんですよ。日本で言うと昔は多分そうだから、おまんことかおめことかっていう言葉があったけど、その言葉すごくなんかこう汚れたというか、エロ本用語になっていったというか、使っちゃいけない言葉になっていって、ちょっとどうしようかなみたいな感じがあると思うんです。あるいは全くそういう言葉を使わなくなったか。でも使わなかった時代っていうのは、我々の親の世代は、皆さん僕より若いから、あれだけど、その昔、戦後の初めの日本の雰囲気っていうのは、言葉がない時代ですよね。で、ないっていうのはやっぱり、最近はやっぱ不便だって感じるような時代ができて、新しい言葉が生まれつつあるんだ。でずっと僕ね、ワッチしてるんですよ、それをね。どの言葉が勝つかなと思って。で、昔、おちょんちょんがね、優勢だった時期があるんですよ。週刊女性がアンケートを取って、一番がおちょんちょんだった時代がある。なんか、おちょんちょんって言葉自身どこから来たのかよく知らないんですけど、おちんちんおちょんちょんね、水墨っぽい感じがするようだった時代があって、でもその頃に今度は逆に性教育の先生たちが、東京都とか、とか性教育の先生たちが学校でちゃんと言葉を使いましょうと、だけど男女平等なのでおちんちんって言うべきだっていうことを主張したことがあったんですね。おちんちんか、それちょっと違うんじゃないかなと思ってバッチしてたら、全然誰もあまり使うことはなかった。でも今日はおちんちんで、それが最近はもう完全におまたが勝利しましたね。学生に聞いてても、ほとんどみんなおまたって言ってる。おまたで全国共通語になっていくような気がする。でそうじゃないとやっぱ子供同士会話にならないしね。おまた、男の子同士おちんちんはさって言えばすぐ会話になるのに、片方の方へかけておちょんちょんって言って、おちょんちょんこれ何それ？ただおまたっていうのは婉曲な表現ですよね。遠回しに、ね、だって全部おまただからね。男の子にもおまたはあるし、ね、それ下っていうのもそうですよね。下っていうのも男にもあるし、婉曲な表現。それに対しておまんまんとかおまんまとかね、まんじゅうとかそういうのはこう丸っぽくってふっくらしてる感じがして、こう形容的ですよね。おちんちんはものすごくこう振るからだと僕は思ってるんだけど、グラフィックでね、おちんちんもすごいいいことが分かりやすいと思う。で、昨日11年生にそのことを聞いて、ペーペーの話も聞いたし、で中国ではとか韓国ではとかっていうのも聞いて、
中国では小鳥って言ったりする。で、韓国のバランスはコチョだったり、あ、そうか、コチョは唐辛子を男の子のこと唐辛子と同じで、でもおまかが分かった。で、じゃあ今度はそのおまかから生まれてくる赤ちゃんの出口はおまかなのよっていうふうに、まあ、家庭でそういうふうに言ってればそういう表現になるのかな。どうでしょう、どんなふうに出口、赤ちゃんの出口、出口私の話してるときは出口って言っちゃうんだけど、出口はどこにある？出口は、おしっこの穴、出口の穴の真ん中、その間にあるんだけど、もう一個穴があるんだよね。私もそうとして、おしっこもなくて、出口もない、この2本の間に出口があるってこと。はい、解剖学的になってくる。ちゃんと分かれてまだ説明してる。僕はね、自分の子供が初めて生まれた時にもう本当にもう見とれましたよね。出てくるのかな、あ、しまっちゃった何回もやるじゃないですか。それで要するにその時思ったのは、なんかこう要するに霊界とつながってる瞬間ですよね。まだ生きてない人がこっちが来たら生きてることになるわけであって、でそこ要するに向こうの世界とこっちの世界がそこに開きそうだと思ったらポーッと戻るで、これってすごいね、興味津々にずっと見てたらね、助産師さんに怒られて、あなた邪魔だから後ろから支えてあげなさいって言われて、邪魔だからとは言われなかったんだけど、あなたは後ろに回ってあげてって言われたら邪魔なんだなと思って見えないんだけど、見えないんだけどって思いましたね。うちも全員自宅で生まれてるので、まあ、長女が次の子が生まれるところを見て、まあなんか多分語り継がれているのと、うん、で順番に自分も見つつで、4人目が生まれる時に一番こう先生じゃないですけど、興味津々で、うん、ずっとチラ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 してたのは息子でした。あとの2人は、まあ1人はちょっと拗ねちゃってたっていうのがあるんですけど、あとの2人はもう普通に立ってまた、そうだからもう何か肝が変わってる、こっから生まれたかみたいな。そうで、ちょっと先生の話今伺って感想を聞いてみたいなって思いましたね。けど女の子たちが言ってるのは、まあなんか子供は一人でいいかなとかどういう感想なんだろうっていうのちょっと育てるのが大変そうなのか、産むのが痛そうなのかよく分かんない。お母さん4人もね、産んだからね、私たち一人ずつでも中古じゃない、電子は継がれるわね。お疲れみたいな。